はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は山口俊選手に関する話をしていきたいなと思っております。先日ブルージェイズから DFA され、その後チームからリリースされた山口選手、日本に復帰するのではないかという話も一部では出ていましたが、アメリカ球界内で移籍先を絞ったという報道が先日出まして、そして今日サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだと現地メディアが報じました。日本のジャイアンツに戻るかと思いきや、アメリカのジャイアンツに行くこととなったわけですけれども、まずはマイナー契約からのメジャー昇格を目指すこととなりますね。昨年の山口選手の MLB1 年目は、投球内容からしますと苦しい1年となってしまいまして、それが結果的に今回のブルージェイズからのリリースにもつながってしまったわけですけれども、今回の動画ではそんな山口選手の MLB1 年目を振り返っていきたいなと思っております。はい、で山口選手は2019年の12月にブルージェイズと2年総額635万ドルの契約を結びまして、念願のメジャー移籍を果たしました。この直前の2019年シーズンの山口選手は巨人で26先発15勝、そして防御率 2.91 と先発ローテーションの中で活躍しまして、当時先発陣の層が薄かったブルージェイズとしては先発強化という意味合いも含めてのこの山口選手の獲得となりましたね。また山口選手は日本時代リリーフ、特にクローザーとしての経験も非常に豊富な選手で、先発とリリーフの両方をこなすことができる点もブルージェイズとしては評価のポイントとしてはあったんじゃないかと考えています。2年間で総額635万ドル、1年平均にしてだいたい300万ドルぐらいの年俸ですから、年俸もそこまで高くはないですので、ブルージェイズとしてはリスクが低く、かつうまくいけばローテーションで活躍を見込める選手を獲得できるという判断だったんだと思っております。こうして MLB 移籍を果たした山口選手ですが、ただスプリングトレーニングでは NPB とのボールの違いに少々苦しむ場面が見受けられましたね。スプリングトレーニングが中断となるまでに山口選手は4試合に登板したんですけれども、9回を投げて9失点、フォアボールも5個出すなど、少なくとも投球内容としては決して良いとは言い難いような内容のピッチングとなってしまいましたね。スプリングトレーニング初登板の後に山口選手は MLB のボールは NPB のものよりも大きく、また縫い目に関しても異なる点に適応しようとしている旨のコメントを残していまして、山口選手としても試行錯誤している様子がここからも伺えました。この投球内容もあってか、チームは山口選手の開幕後の役割はこの時点では明言せず、宙ぶらりんの状態でしたけれども、その後コロナの影響でスプリングトレーニングが中断となり、開幕が延期となってしまいましたけれども、7月の開幕直前に行われたサマーキャンプでも、この山口選手をめぐる状況は大きく変化はせず、先発ローテーションの枠を勝ち取るに至らなかった山口選手は、開幕 MLB ロースターには入ったものの、ブルペンで開幕を迎えることとなりました。ブルペンスタートとなった山口選手ですが、当初はロングリリーフなどそこまでプレッシャーのかからない場面で、まずは MLB の環境に慣れさせると予想されていましたが、山口選手の MLB デビューは全く予想とは異なる場面での登板となりました。7月26日のレイズ戦の8番手として山口選手は登板し、 MLB デビューを飾ることとなりましたが、シチュエーションはなんと1点リードの10回裏、しかも昨年から導入されたタイブレイクということもあって、ノーアウト2塁からスタートといういきなりものすごいプレッシャーのかかる場面で山口選手 MLB デビューを果たすこととなりました。デビュー戦としてはこれ以上にないぐらい酷な場面となってしまいましたけれども、山口選手は先頭バッターを歩かせた後、続くケビン・キアマイヤーに逆転サヨナラとなるスリーベースを打たれてしまい、ゲームセット。山口選手の MLB 初登板はセーブ失敗、そして敗戦投手になるというほろ苦いデビュー戦となってしまいましたね。ブルージェイズのブルペンの状況からして、あの場面で山口選手が登板するのは仕方ないといえばそうなんですけれども、いくら日本での実績があるとはいえ、ルーキーにとってはきつい場面での登板だったのかなと思っています。そして続く2登板目、7月29日のナショナルズ戦も山口選手はタイブレイクで登板、今度は同点の延長10回に登板するというまたもタフな状況でしたが、先頭から2者連続で歩かせてしまって、いきなりノーアウト満塁という絶体絶命のピンチを迎えてしまいます。その後山口選手はなんとか次の2人のバッターを三振に切り、2アウトまでこぎつけて、あと1人でピンチを脱せるというところまで来るんですが、最後は少々不運も絡みまして4失点。7月はこのタイブレイクでの2登板のみで2連敗、防御率は 36.00 と散々な MLB キャリアの幕開けとなってしまいましたね。7月の投球があまりに悪目立ちするような内容だったため、今後が心配されましたが、しかし山口選手は8月に MLB への適応を徐々に見せ始めます。
本来の役割であるロングリリーフでの起用が増え始め、プレッシャーがあまりかからない場面とはいえ、山口選手安定したピッチングを見せるようになりました。8月26日のレッドソックス戦では、ロングリリーフながら4回を2安打1失点の好投でチームの勝利に貢献し、山口選手は念願の MLB 初勝利もゲット。8月の山口選手は6試合に登板して、11回3分の2を投げて防御率 1.54、そしてイニング数を上回る12個の三振も奪いまして、ようやく山口選手本来の力を発揮するようになりました。この時期の山口選手のピッチングは非常に冴えていましたし、7月のピッチングは単にデビュー直後の選手を使うにしては場面が良くなかったゆえの結果とも思いましたね。8月の山口選手は特にスプリットが非常に機能していまして、このスプリットに関してはブルージェイズのモントーヨ監督も絶賛するようなコメントを出すこともありました。こちらが山口選手の8月の球種別の成績となりますが、スプリットの被打率はわずかに1割ちょうど、そして打球の質を加味した XWOBA でも山口選手はスプリットでわずかに1割1分3厘と抑え込んでいまして、この結果はまぐれではなく抑えるべくして抑え込んでいるということがわかるような状態でした。8月の山口選手のスプリットはアウトピッチとしてしっかり効果を発揮していましたね。空振り率についても 35.6% としっかり山口選手の狙い通り空振りを奪えていることがよくわかりますし、またスプリットという強力な変化球があるからこそフォーシームも機能し、フォーシームの成績に関しても非常に良いことがわかりますよね。基本的に山口選手はフォーシームとスプリットの2球種だけで投球の大部分を組み立てていますが、2つの球種が機能したからこそこの8月の好成績につながったのかなと思っています。全てが好転したと思った8月ですが、ところが9月に再び山口選手の投球内容が悪化してしまいます。9月15日には1回3分の1を投げて大量の7失点、そして9月25日には3分の2回で4失点と大量失点を喫してしまった登板に引っ張られてしまった感はありますが、9月は9試合の登板で防御率は 11.77 と8月から大幅に悪化。13イニングで20安打、フォアボールは9個と、とにかくランナーを多く出してしまい、WHIB も 2.23 と、1イニング平均で2人以上のランナーを出すという、なかなか苦しい状況でした。8月の山口選手は、11回3分の2を投げて被安打はわずかに5本でしたので、9月の打ち込まれっぷりがちょっと目立ってしまいましたね。8月のピッチングを続けることができれば、おそらく今季もリリースされずにブルージェイズでプレーできたと思いますが、この9月の投球が決定打となってしまった感がありますね。でなぜ9月にこれだけ打ち込まれてしまったのかといえば、これもやはりスプリットに理由がありそうです。8月の山口選手の成功を支えたスプリットでしたが、9月にはスプリット関連の成績が悪化、被打率は2割9分、そして XWOBA は2割9分1厘と8月からやはり悪化していることがよくわかりますし、特にわかりやすい変化としては空振り率が 23% と8月と比べてスプリットで空振りを奪えなくなっていることがわかりますよね。つまるところ MLB のバッターたちが山口選手のスプリットに対応し始めたのではないかと思っていまして、実際に空振りをせずコンタクトを増やしてきたことからもそんな気がしています。スプリットが変化球として機能していたからこそフォーシームも機能していましたが、スプリットの効果が落ち始めたとともにフォーシームも打ち込まれるようになってしまって、9月のフォーシームの WOBA はなんと6割2分1厘。もともと山口選手の平均球速は90マイル程度と MLB の中では決して速いとは言えないフォーシームのスピードで、でそこにスプリットという脅威がなくなってしまえば MLB のバッターとしては打ち頃のボールとなってしまったのかもしれませんね。スプリットが山口選手の投球の生命線であったことがよくわかりますし、それが崩れてしまったからこそこの9月に全てが悪い方向に進んでしまったのではないかと考えています。最終的にシーズントータルでは17試合で防御率 8.06、 8月の投球内容は今後の活躍を予感させるものでしたが、それを9月に続けることができなかったのが MLB の厳しさを物語っていますね。予四球率は6ちょうど、 FIP に関しては防御率と比較して幾分良いですが、それでも 6.42 と守備の要素や運の要素を取り除いても良いとは言えないですし、ウィンズ・アボブ・リプレイスメントはマイナス 0.7 とリプレイスメントレベルを下回る状態でした。数少ないポジティブな要素としてはイニング数以上の奪三振を記録した点がありますが、基本的には MLB1 年目の山口選手はうまくいかなかった部分の方が多く、今季コンテンダーとして戦うブルージェイズの戦力構想から最終的に外れてしまったのもこれはもうやむを得ないのかなと思いました。
ということで今回のジャイアンツ移籍となりましたけれども、ただ昨年は東地区のチームとしか対戦していませんので、今年初対戦となる西地区相手には再びスプリットが機能する可能性はありそうですし、スプリングトレーニングで結果を残すことができればとりあえず MLB 昇格を勝ち取る可能性はあるのかなと思っています。あとは昨年のようにスプリットが対応されそうになった際にどのように投球を調整するかというところがポイントになってきそうですが、昨年を踏まえ山口選手がどのように MLB のバッター相手に対峙していくのか注目して見ていきましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。